初心者さん大歓迎ラジオを楽しもう。よいしょ、バディーです。前田です。いつもご視聴ありがとうございます。実家に来ております。今日はですね、ちょっといつもと趣が変わっております。というのも、これまでですね、ここで走らせてるというと、ツーリングカーですね、 TT02 がメインだったんですけれども、今回はツーリングカーではなく、こちらバギーです。はい、これって DT02 っていうんだったかな、ホリデーバギー復刻版のタイプなんですけれども、はい、こうなっております。で、これもともとはホリデーバギーじゃなくって、いわゆる DT02 のバギーだったんです。ボディを変えてあります。っていうのもこれタミグラでね、使ってたんですよ。2回ぐらいこれでレース出たかな、タミグラの復刻レース、ホリデーバギーのワンメイクレースだったと思うんですけど、インテックス大阪で走らした記憶があります。それ以外どっかで使ったからっていうような感じなんですけども、もちろん現在行われている復刻版のレースでこれが出られるかどうかってちょっと分かんないんですけども、昔のカテゴリーで出てたやつなので、で、タミグラしばらく出なくなった時期もあったんですが、そんな時も例えばそのバーベキューで、河川敷でね、遊んだりする時にこれを持って行って、当時まだ子供小さかったので子供と一緒に遊んだりとか、近所の公園で走らしたりとかしてたんです。もちろんオフロードバギーなんでどこでも走れるっていうのがね、大きなメリットなので大活躍していたんですが、ここ数年、そういう機会もなく、もう埃もかぶるだけかぶり、えらいことになってたんですが、ただ昨今のコロナの影響などもありまして、サーキットにちょっとなかなかこう人が多いタイミングで行きづらいとか、お店によってはですね、週末営業を控えてらっしゃるところもあったりなんかして、思うようにね、サーキット走行ができにくい状況ではありますので、そういう中でこういうちょっとしたスペースがあれば遊べるようなオフロードタイプのバギーのこのラジコンっていうのは重宝かなと思って引っ張り出してきました。で、動くかなと思ってバッテリー入れてみたら、はい、動きましたので、ちょっとこれで遊んでみようかなというふうに思っております。これね、ちょっともうタイヤが割れかかってるというかね、だいぶ割れてるんですよ。ちぎれてはいないんで走れる状態ではあるんですが、ただこれね、皿だったんですよ。もったいないことしましたね。当時、このスパイクね、イボイボが走ると当然削れちゃうんで、はい、すり減ってもうボロボロになって、もうこれじゃダメだなって言ってタイヤ新しく変えたところで閉まっちゃったっていう、それ以降出番がなかった、残念な状態なんですが、ちょっとね、まだタイヤそのものは回ってるんで、ここで遊んでみようかなと。でさらにワンポイント、これがあると結構盛り上がるというのが、ここパイロンじゃなくってこれです。はい、ジャンプ台。やっぱりバギーっていうのはジャンプ台があるかないかで全然違うんですね。当時これを公園に持って行ってバギーで走らす、バギーこの走らせて遊んでたんですけども、結構ねやってみましょうか。面白いこれね、これ行くよ、もうこれだけのことなんですけど、すごい面白いんです。結構これだけのことです、本当に。パイロン持ってきたんだけど、もういいか。やっぱりね、バギーですから。バギーですからね。本当これだけのことなんですけど。
もろいっしょ。なんかね、やっぱあのジャンプ台がね、これジャンプ台があるかないかっていうのは本当オフロードバギーの楽しみ方全然違うと思うんで、やっぱりこうね 3D の感じっていうのがめちゃめちゃ面白いです。ツーリングカーではできない遊び方ですんで、なのでまあこれね、あのアマゾンとかネットで検索していただいたら、まあ、何千円かのもので、大体そんなに高くないと思いますし、まあ、場合によってはね、時間があればホームセンターでちょっと板を買ってきて切ってこういう形のものを作ってとかね、全然そんなんでもいいと思いますし、ちょっとこれね、結構勾配があるんですよね。だからさっき見ていただいても分かるんですけど、まあまあ高いジャンプになるんですよ。なので着地失敗すると壊れるかもしれないですね、車がね。今も結構前のめりでこんな風な落ち方してたので、ちょっとドキドキはしてたんですけど。なので、まあ、例えばお子さんと遊ぶっていうことをね、考えてる場合は、もっとこれの半分ぐらいの高さのものにするとか、うん。その辺は、まあ、いろいろお考えいただいてですね、楽しめるんじゃないかなと思います。結構、あ困った。うわ。えらいこと。やっぱりねバギーって頑丈ですよ、うん、こういう楽しみ方ができますので、まあね、まあ、予算とのもちろんこれも兼ね合いになると思いますけれども、一つですねこういうバギーで楽しむというのもいかがなもんでしょうか。おもろいっす。